皆様こんばんは。キャラペディア公式動画番組キャラペティックナイト MC のなるみなのかです。こちらの番組はアニメキャラクター辞典キャラペディアがお送りするアニメファンのアニメファンによるアニメファンのための番組です。キャラペティックナイト本編は毎週木曜21時35分よりお送りさせていただきますが、21時からは有料会員限定の番組をお送りしております。毎月第3木曜21時からはキャラペティックナイト CVS キャラクターボイススペシャルと題しまして、毎回一人の声優さんをピックアップしてのトーク番組をお届けいたします。その他の週の放送内容はこちらの放送予定をご覧ください。会員登録していただきますと今週放送分もタイムシフトでご覧いただくことができますので、ぜひこの機会にチャンネル会員へご登録ください。登録および視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして、まずは今週のニュースから。女児向け玩具として長い人気を誇るシルバニアファミリーの CG アニメが10月よりスタートします。フレアのハッピーダイアリーと題されたこのアニメでは、ショコラウサギの女の子フレアを主人公にシルバニア村で暮らす人々の日常が描かれるとのことです。幅広い層に支持されるシルバニアファミリー、この機会にぜひ彼女たちが織りなす可愛いストーリーをチェックされてみてはいかがでしょうか。ということで最初のニュースをお届けいたしましたが、こちらについて皆様はどのようにお考えでしょうか。皆様からのご意見ご感想コメントにてお待ちしております。それではここでコメンテーターをご紹介いたします。おなじみアニメやゲームに精通しライターや講師もされておりますアニギウォッチャー斉藤祐介さん。はい、どうもこんばんは、斉藤祐介でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、なんとかです。で、自己紹介の大喜利がもうシュールすぎてわけがわからなくなってきましたね。昭和65年さんとかいらしてますよ。伊勢海さんもいますけど、もうこれはさ、ね、小梅太夫のネタみたいな話なんじゃないのかな。ふと思ったら今小梅太夫のツイッター見たら、はい、ね、秋の訪れを感じていたらめんつゆとたくあんが分裂していました、チックショーって書いてあるけど全く意味がわからない。あのちょっと前に小梅 AI ダイエットって流行りましたよね。流行りました。でどっちが本物か、そうそうそう。でそれでやった時にそのつじつまが合ってるのが AI で、うん、合ってないのが小梅ダイエットという見分け方でほぼ見分けられたという方もいらっしゃいました ね。いやすごいですよ、うん、なぜそうなったのかっていうのを。そうさ、最初の頃はまださ、うん、ちょっとあったじゃん、なんかその、はい、ね、プールだと思って入ったら、ね、池でしたみたいなさ、それあったじゃないですか、はい、まあ、面白いかどうかは別としてね、はい、最近だってもう秋の訪れかと思ったら、ね、なんだっけ、めんつゆとたくあんが分裂してましたって全く意味わからんから、うん、いやでもなんかちょっと情緒ありません？あるかな。秋の訪れ的な感じとか なるとちょっとなんかなんだろうね、うん、という、うん、そう、なんでこういう話してるかっていうと、その皆さんの自己紹介が同じセンスだよってことを僕は言いたいわけです。あとね、調べてたらすごいの出てきたよ今。あ、何ですか？あの各読みで、はい、ね、連載されてる方がいるんですけど、はい、異世界で小梅太夫の知名度見誤ってるだろう、異世界で小梅太夫の、で笑ったら即死亡チートを持つみたいな。異世界に行って小梅太夫のネタを笑わせた相手を即死させる能力を手に入れた俺は異世界っていうなんか書いてありますよ。コウメダイルのネタで相手を笑わせたら相手が即死するチート能力を手に入れた、はい、これすげ、どうなんだろうな、うさ、あの人気あんのかな、後で読んでみようかなと思うんですけど ね、うん、ちょっと気になりますけれども、天才ですよね、この、うん、ね、このネタ思いついた時点でこの人は勝ちですよです、ね、あとは許可とかね、なんかメディアになった時とかに人気が出た時にさねえ、そのじゃあ出版しましょうみたいになるか知らんけどさ、うん、出版しましょうってなった時に許可がいるでしょ、これはです、ね、まあ、まだネットとかね、うん、で書いてる段階では自由ですけれども、うん、うん、各読む側のその許可とか、はい、ね、どこまで OK かっていう範囲、うん、収まってれば、うん、具体的すぎませんか、ちなみに商業とか大丈夫？いや全然商業じゃない、勝手に書いてこの、うん、僕じゃないよ、僕じゃなくて勝手に誰かが書いてるんですよ、うん、あの小説投稿サイトなんで二次創作とかは結構制限あるんですよね、うん、ある程度。そうだけれども、これは二次創作なのか、小梅太夫さんはどうなんだろう、アニメの作品とかの二次創作は結構厳しいけど、小梅太夫さんはまあ、しかも本人が出てくるわけじゃないからね、小梅太夫のネタを言うと相手が即死するっていう、うんうん
はい、後でちょっとチェックしてみます。真面目な話を、ね、あれですね、シルバニアファミリーですね、はい、メイプルタウン物語を思い出したって方もいますね。昔やってました、 ね、 したね、メイプルタウン物語ね。パームタウン編好きだったな、曲も好きだったな。あとはそうですね、まあ、シルバニアファミリーは本当幅広い層に人気ですよね、うん、あのネタにもされたりもしますけど、うん、やっぱ女子のシルバニア、ね、女児のシルバニアファミリー好きはすごいし、うん、あとで最近だと僕 YouTube で結構見るんだけど、うん、シルバニアファミリーのおうちセットを買ってきてすごいリアルにその改造するみたいなね、うんうん、ドールハウスみたいなの作るみたいな動画とかもあって、うん、あとコマ撮りアニメ作ってる方も多いですよ ね、 あ、 すね、あの表情がアンニュイじゃないですか、ちょっとだからこそ想像が膨らむというか、そうなんですよ、うん、あのいい表情なんですよ ね、 ね、ちょうど昨日かなんか三国志好きの友達と話してて、うん、人形劇三国志の話になったんですよ、はい、あれも表情が同じ一個の表情、ちょっと怒ってるような、うん、笑ってるような本当に微妙な表情で、うん、身振り手振りの動きで、うん、あの表情だけで1個しか表情ないのに感情を表してるっていうのはすごいなって話をしてたんですよね。シルバニアファミリーってかなり値段しますよねって、うん、しかもねちょっとまた最近良くないことにシルバニアファミリーもちょっと転売屋のねターゲットになってますからね。あとねこれは、CG アニメでスタート、10月からスタートして、MX とあと D アニメとかで配信されるんですけど、うん、私も何度かお仕事をご一緒しております、はい、子供たくみさんという、うん、子供さんは、まあ、ラジオディレクターって言っちゃうとちょっとご本人的には違うのかもしれませんけど、ラジオディレクターのね、うん、子供たくみさん、おたき佐々木さんと同じ今会社に所属されてますけど、うん、子供たくみさん の、 あのアニメ音響監督デビュー作ということでございまして、うん、僕もね、まあ、お友達ですので陰ながら応援したいなと思っております。児玉さんとはねあれ何年前かな、 5,6 年前かな、うん、にだ番組はよくなんだかんだ言って一緒にやってるんですよ、うん、あの伝説のラジオ大阪の伝説のラジオ中南県とかも一緒にやってましたからね、うんうん、内容についてはこう説明しませんけどあので、ね、5,6 年前テレビ朝日かなんかで、うん、さよくランキングやるじゃないですか、はい、その冷凍食品ランキングとか、それでなんか声優が選ぶ声優ランキングみたいなやつがあって、うん、それを僕の YouTube チャンネル、あ、じゃあニコニコでやったのかな、ニコニコチャンネルでやったのかな、それを見ながら、うん、解説するって配信を一緒にやりましたね、うん、楽しかったですね。児玉さんともねそういうなんか面白配信とかもやりたいんですけど、児玉さんが今めちゃくちゃ忙しいので、うん、番組めちゃくちゃ担当されてるんで、それで、ね、アニメもやるというねことなんでね、なのでちょっと最近全然お会いしてなくて、児玉さんの事務所には行くんですけどご本人はいないっていうパターンが本当に多いのでね、うん、またちょっとご一緒したいなと思ってますけど、ちょっとね音響監督デビュー作ということでぜひね応援していきたいなと思っております、うん、はいはい、コメントでこれは CG に合うなっていうね、うん、コメントがあったりとかね、今 CG の技術とかもだいぶ発達してますから、どのタイプの CG で行くのかなとか、うん、私ちょっと全くビジュアル見てない状態なんですけれども、うん、割とリアル寄りなんですか、それともなんだろう、ちょっと、うん、いわゆるイラストに寄せたような感じなのか、うん、ね、本物に寄せてる CG ですね。おー、あー、なるほど、ぶっちゃけ本物に近いです、あのおもちゃも。あ、じゃあもう本当にコマ撮りアニメ的な感じに近いような、う、うん、うんうん、なるほど。児玉さんでラジオ作家の児玉さん、ツイッターフォローしてるかもって、うん、そう、あのラジオ作家の児玉さんですね。最近ね、児玉さんもご自身でもボイスドラマとか書かれるなんてすごいですからね、うん、はい、本日のキャラベティックナイトは以上の出演者でお送りしてまいります、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、さてここでご案内です。皆様キャラベティックナイトのチャンネル登録はお済みでしょうか、うん、こちらのチャンネルは画面上のリンクからお気に入り登録が可能となっております。ご登録いただきますと番組開始前に通知が届いたり、番組からの特別なお知らせを受け取ることもできます。番組のご登録ぜひよろしくお願いいたします、うん、そして斉藤さん、はい、21時からは会員限定の番組をお送りしているんですよね。はい、さようでございます。本日はキャラベティックナイト CVS と題しまして、はい、一人の声優さんピックアップして私とのこさんが勝手に独断と偏見で、うん、ハマり役ランキングを発表していくという放送をお送りしました。今回は若本のりょうさんということで、うん、かっこいいですね。ああいう年の取り方したいですね。うん、僕ももう一回初日一歩やろうかな。で、まあ、当然太ってきたというか、もともと太ってるんですけど、ちょっとね、ダイエットも兼ねて、初日一歩またやろうかななんて思っちゃいましたりしますね。まあ、若本の皆さんね、初日一歩ずっとやってらっしゃったということでね、うん、ちょっとやろうかななんて思っちゃったりしましたね。はい。
ということでですね、あ、そうそう、会員登録していただくと、うん、あの本日のね聞き逃し配信ね、うん、見ることできますんでね、はい、見逃してしまった方はですね会員登録していただいて、あれですよ、アーカイブご覧ください、うん、会員登録していただきますと過去の放送すべてご覧いただけますのでね、まあね、なんかなんだっけ、シルバーウィークでしたっけね、連休がありますんで、はい、ぜひ皆さんもねよかったら会員登録していただいて過去の放送とか楽しんでいただければと思います。皆様登録よりご視聴どうぞよろしくお願いいたします、はい、今さっと見たんですけれども、うん、さっきのハッピーダイアリー、うん、本当にもう本物の人形みたいな感じなんですね。やばいっすよね、びっくりしました、うんうん、ね、なんかそれ見ると楽しみ、なんかね、うん、すごいなんかその、うん、本当に女の子なんかだと本当にね、うん、自分家のシルバニアファミリーも動くんじゃないみたいな夢がありますね。ね、夢がありますよね。うん、それでは続いてのニュースです、うん、セガは9月14日に開催した新作発表会にて龍が如くシリーズの最新作を発表しました。最新作となる8は2024年発売とのことで、7の主人公春日一番と6までの主人公桐生一馬のダブル主人公で展開されるとのこと。同時に発表された7の外伝名を消した男では6と7の間の物語が描かれるとのことです。さらに2014年に発売されたスピンオフ作品龍が如く維新のリメイクも発表され、こちらは新キャストとして竹内力さんや小沢仁志さん、中野秀夫さんらが登場するとのことです。7の外伝は23年中に、そして維新のリメイク維新極みは23年2月22日発売とのことですので、龍が如くファンの皆さんは期待して発売を待ちましょう。そうなんですよ、すごいですね、情報量が。私もこれ見てびっくりしちゃって、すごいって、ダブル主人公、はい、いやー、うん、まず8ね、うん、楽しみですね、ダブル主人公、うん、そしてもうなんかネット上ざわついておりますけど、桐生さんがね、はい、髪を下ろして今までね、まあ、オールバックというかリーゼントというか、こう上に、うん、なん違うな、なんだリーゼントでもないか、上に上げてたんですよね、こう、うん、髪を立ててたんですけど、はい、それを下ろして、うん、でしかももうちょっとね、まあ、白髪というか銀髪にね、うん、銀髪というか白髪なのか、我々ってかっこいいですよね、かっこいい、僕は好きですよ、うんうん、あとまあね、そのまあいつもの桐生ちゃんも好きですけど、やっぱね年ももう50何歳とかですよ、50代後半とかですから、うん、あの感じもいいんじゃないかなと、うん、春日一番はね相変わらずの感じでございますでも春日一番も僕と同年代ですからね、うん、春日一番が主人公として暴れられるんだったら僕も頑張れるかなと。ってことは6までのキャラと7までのキャラが、7のキャラが共に出てくる可能性も、ねね、ありますからね、過去キャラもまたどんどん出てくるんじゃないかなと思いますしね、うん、そう、桐生ちゃんとねダブルの主人公ということでね、はい、うん、であとはですね、7と6の間をつなぐ話として名を消した男ということでね、桐生、はい、ちゃんはもう、まあ、6で、ね、主人公終わって、で、まあ、その一応ね表舞台から消えててね、はい、名前をね消してるんですよね、うん、その桐生ちゃんが、まあ、7でも出てくるんです、これは別にもうバレててもね、あの有名ですからね、そこまで何をしてたのかっていうのが描かれるということで、うん、こちらは2023年中にね、はい、発売されるということなので、こちらも楽しみですけど、うん、さっきもねちょっとコメントできましたけど、はい、8は24年なんで2年後なんですよ、ちょっと待ち遠しい、あのその間にそうあの外伝と極み遊んでおいてねっていう、そうです、シリーズファンはそういうことです、うん、ね、なのでまあとにかくあと維新極みに関しては2月22日ですから、なんだかんだ言って、うん、年明けたらすぐですよ。ですね。しかもあの新キャストが実力派の皆様が、はい、うん、そうなんですよ。まああの龍が如くゼロにねお三方出てたらっしゃったんですけど、維新には出てなかったんですけど、はい、維新にもね。うん、登場するということで、はい、新たにアフレコもされてね、うん、小沢仁志さん、竹内力さん、中野秀夫さん、竹内力さんの YouTube チャンネルでね、はい、アフレコの様子出てましたけど、そうなんですね、そう、うん、かっこいいわ、やばいわ、ちょっと楽しみですね、うん、で、ですね、もう一つね、ちょっと今回のやつに入れなかったんですけど、うん、木村拓哉さんのジャッジアイズロストジャッジメント、うん、こちら、まあ、いろんな噂ネットで流れてたんですけど、うん、スチーム最新が始まるということでございます。なんかね、うん、噂だとジャニーズがスチーム配信ダメってそのモッドを作られて遊ばれちゃうからっていうね、うん、それでなんか揉めたとかっていう噂流れてましたけど、まあ、ネットの噂はやっぱり信じられませんね、うん。やっぱりそのジャニーズもここ最近変わってるじゃないですか。うん、配信するあのグループが増えたりとか、うん、いろいろと体制が変わりつつあるのかもしれないですね。そうですね、うん。なのでね、こちら
ちらもねやってない、僕はもうちょっと両方ともクリアしちゃったんであれなんですけど、はい、うん、春日って椅子壊した人じゃないですね、ないんですけど、まあ、やったことない人はね、うん、Steam 版で遊びやすくなると思いますので、はい、ぜひね、うん、遊んでいただければと思います、はい、そしてこちらニュース2つ目ということは、そうです、アンケートもありますんでぜひね、うん、やってください。あ、そうね、その、うん、なんで表にまたねその桐生ちゃんが出てこれることになったの、それがだから、うん、外伝で描かれると、そうですね、いいですね、うん、先にもしかしたらそっちを遊んでおくと蜂の方がクスッと、ね、笑えたりとかあーってなるとことかね、ありそうです、絶対ね、あるかもしれないですよね、まあ、いいじゃないですか、そもそも続きが出るだけで、うん、そう、はい、その通り、ね、うん、2年待つよ僕は、うん、さあ、アンケートですけど、うん、まあ、好きな登場回のメンバーはということで桐生ちゃん、そして錦山、うん、はい、ね、真島さん、うん、で西島さん、柏木さん、大吾、うん、そしてセブンから荒川真澄ね、おやすさんと春日一番、うん、まあ、もちろんその他のね、あの島の好きだよとかね、堂島宗平好きだよとかね、風間のおやすさん好きだよっているかもしれませんので、その方はその他を入れてください。はい、ではそれでは、そろそろ投票締め切りますよ。いい、うん、そう、ジャッジアイズね、一度にスチームで出るんですよ、うん、これね、ぜひぜひね、うん、やったことない人遊んでください。面白い、ネタバレしないからね、遊んでくださいね。では結果出していただきましょう、うん、はい、出ました。おお、真島の兄貴だよな、やっぱりな、みんな真島の兄貴好きだもんな、うん、うん、マーシーはサンバの人って来てますけれども、どういうことだ、あー懐かしいな、いたな、そのお振り付け師の人で懐かしいな、真島の兄さんずるいもんって来てます、うん、そうだね、真島の兄さんいたらこうなっちゃうね、ですね、そう、真島の兄さんの魅力もでもね、ゼロやって、うん、極み極み2までやらないと、はい、本当のね真島の兄さんのね、うん、なんかその魅力はね伝わらないと思うんで、やってほしいな、うん、ぜひね、セブンとかでもね出てきますけど、いいキャラだなと思った方とかはね、ゼロ、そして、うん、まあ極みは、まあ、まあ別に飛ばしてもいいけど、ゼロと極み2こちらをやっていただけると、うん、もう真島の兄さんの虜になりますから、うん、ぜひプレイしていただければと思います。はい、以上今週のニュースでした。続いては、はい、なのかさんがアニメ業界のさまざまな事象の中から注目したことについてお話しするこのコーナー、なるみなのかのこれに注目のコーナーでございますが、はい、今週なのかさん何に注目されたんでしょうか。今回私が注目したのはこちら、ドンジャラネオザクセレクション、うん、あのこちらがですね、バンダイのそのドンジャラ、うん、有名なエアースゲームドンジャラを、はいはいはい、あの発売以来初のスタイルにリニューアルし、新フォーマットドンジャラネオとして発売することが発表されたんですけれども、その第一弾として出たのがですね、なんとドンジャラネオザクセレクションという名前で、パイの絵柄がすべて機動戦士ガンダムシリーズのザクのみで構成されているということで、結構大変だ、あの74種類あるらしいです、ね、はい、ということでですね、公式サイトがありまして、ザク好きのザク好きによるザク好きのためのドンジャラ、全部ザクじゃんということで、すべて異なる74種のザクで構成、作品知識をかけて最強の役で勝利を目指せということで、過去シリーズに登場したあらゆる機体を収録しているそうです。なるほどね、全部一概でまさに究極のドンジャラと、うん、いうことで、まあ、はい、ね、それだけザクがいっぱいいるってこと、ザクがザクザクってきますよね、うん、いるってことでしょうね、あの役がですね、角付きとか、うん、ジオンの赤いやつとか、はいはい、エースパイロット名官とか、役が面白いんですよ、ドンジャラはね、ククルスドハンの島とかありますので、ジェットストリームアタックもねもちろんありますし、そうですよ、はい、うん、僕も大学の時サークルの部室でもういつもめちゃくちゃ、うん、もうモームスドンジャラやってましたね、うん、モーニング娘。ドンジャラで異常に流行ったんで、はい、大学のねサークルで、うん、もうめちゃくちゃ流行ったな。であんまりユニットに入ってない人とかだと邪魔扱いされる。僕はね大好きですよ、中澤姉さんとかね、そんなにユニット入ってないので中澤姉さんすぐ切られたりするんですよ、うん、そユニットがね役になってるからね。でその後も AKB ドンジャラも出て、はい、あのボームスドンジャラ今手元にないですけど、 AKB ドンジャラ僕手元にありますからね、まだ。お、初代メンツですから、うんうん、あの初代メンツ好きですからね。セラムーンドンジャラも僕手元にありますね、 R のやつかな、うんうん、昔買ったやつがねちょっと地元から持ってきたりして、うん、ドンジャラはね麻雀知らない人にもね、はい、教えやすいっていうか分かりやすいんで、作品が好きならね、うんうん、この役はジェットストリームアタックだよとかね、そう覚えやすいですよ ね。そういう意味で言うとさ、はい、ドンジャラネオちょっとどういう風にルールがいろいろ変わったか分かんないけど、はい、ですね、ドンジャラネオも発表がされてまして、うん、従来45cm×45cm といういかにも麻雀っぽい感じの、はい、だったのが、うん、幅 32cm×32cm への盤面になったほか、あと収納がコンパクトになったりとか、あとフレームが取り外せるようになったので、盤を囲まなくてもディスタンスを取って
遊べるようになったとか、いろいろ今の時代に合わせてあのアップデートされてるらしいですよ、なので現代のニーズに合わせてより自由度の高い仕様となったということで、遊びやすさは本当ね、許可取れば配信とか、いや配信とかできるんですかね、これは。まあ、いいんでしょう。だから、ね、あのロゲーム基本的に、ね、配信してもいいですからね。うん、通常の、ね、いわゆるその、ドンジャラネオの普通のラインだと、はい、今、一旦ガンダムしかないのか。今回は第1弾ですのでね、うん、多分これからどんどん出るんじゃないですか。うん、まあ、ドンジャラといえばドラえもんだし、うんね、あとね、セーラームーンドンジャラもね、うん、いっぱい出ましたから、セーラームーンドンジャラまた出してほしいですね。あとなんか 坂グループドンジャラ乃木坂、ね、欅坂みたいな。そうですね、ね、うん、覚えるの大変そうだけどな、うん、でもファングッズとして持っとくだけでも、ね、パイを眺めるだけでも結構楽しそう、うん、いいですよね、うん、あとなんかチラッと見てるけど、はい、あれかな、手元の範囲も減ってるのかな、手元に置くあの自分で揃える範囲も減ってる気がしますね、うん、まあ、そういう意味でちょっとね、面白いの出たらちょっとやりたいな、うん、ドンジャラ配信とかね、そうか、分離できるから一人一人の、そっか、うん、なるほどね、これは配信的にもいいですね、ですね、配置とかね、そうそうそう、あとちょっと斜めな感じでもいいですしね、うん、あのどうしてもね、うん、固定されちゃうからやりづらいんですか、はい、配信ね、うん、あ、コメント来てますね、うん、二郎店長どんじゃら二郎店長そんないるか、いるか、でもさすがに分からんけど、ね、歴代の方とか、そう、いやでも全国今ね、うん、すごい増えてきたから、はい、うん、いやでもそれでも30、40ぐらいしかいないか、うん、歴代も入れたらか、うん、ジョンジャラカやってみてもいいかもね、いいですね、うん、そうです、なのでコメントで、うん、じゃあ基本的なルールとかそういうことじゃないわけっていう、うん、おそらく基本ルールはそこまで大きな変化はないのかなってい う, う、ね、うんうん、うん、サイコドンジャラ意味わからん全部サイコさんなんですかね、三田店長、うん、それは三田店長は別に三田店長ですけどね、うん、はい、まあちょっとね、ドンジャラもね、なんかそのネオになってから僕もドンジャラ好きなんでね、まあ、麻雀も別に好きなんですけど、僕は麻雀弱いからね、まあ、ドンジャラも別に弱いですけど、うん、ただキャラクターとかあると、そのまあそのなんかライトに盛り上がれるかなと、うんうん、やっぱ僕がモームスドンジャラ楽しかったのはやっぱりね、そのモームスを知ってるからの楽しさもあったし、うん、AKB も同じくですね、うん、AKB もねユニットだからね、その、うん、なんかあと誰々と誰々仲いいからその役になってるとかってあったけど、そういうの面白かったな、うん、ユニット内ユニットとかも結構ありますから ね、そうそうそう、うん、そういうのちょっといいですね、ということで以上、はい、なのかさんのこれに注目のコーナーでした。続いては今注目したいスポットや話題のイベントやニュースなどをピックアップしてご紹介するコーナー、スペシャルピックアップをお送りいたします。今回のテーマはこちら、ネットを中心に日本のゲームやアニメが海外で苦戦していると伝えられる中、現在のゲームアニメ市場はどうなっているのか、この後斉藤さんが日本のゲームアニメ市場と海外の評価について解説してくれます。まあ、ネット、まあ、ツイッターとかを中心にね、うん、まあ、最近それ話題になってたんですよね。まずゲームに関して言うと、これ実は話題になったのってもう3年くらい、2、3年前の話なんですけど、ツイッターが掘り起こされて話題が再燃してるってやつなんですよね。うん、まず、そう、ああ、そう、今コメント聞き、まず一つその訳の問題ね、翻訳の問題ですね。これはだいぶ前の話なんですけど、まあ、あるライターさんが、その、海外ディベロッパー、海外のゲームメーカーが、日本語版を出すのを、まあ、出し渋ってると、うん、その理由はその人がその海外のデベロッパーの人に聞いた話によると、日本人のゲームのレビュー そのコメントが厳しすぎてネガティブキャンペーンをされるから、うん、そのリスクを負ってまで日本語版を出すメリットがないみたいなことを、うん、まあ、言ってたということをそのあるライターさんが言ったと。そしたらもう一人のライターさんが、日本のゲーマーがマナー悪いみたいに言われるのは許せんって言って、俺が調べるって言って、うん、ツイッターのインディーゲーだったと思いますけど、ちょっとごめんなさい、そこら辺のその人たちのやり取りは皆さんで調べてみてください。インディーゲーかだったと思うんですけど、1300タイトルぐらい調査して、うん、海外の人と日本人のレビューを比較して、本当に日本人が悪い点ばっかりつけるのかってなったら、まあそんなに変わらなかった。多少やっぱり日本人の方が悪い評価をつけてたみたいな話があって、うん、で、私はこうやって証拠を示しましたって言って、相手に対して、あなたも証拠を示してくださいみたいな喧嘩をネットでしてたんですよ。うん、で、僕はまあ
なんか別にその喧嘩に入る気は全くないんですけど、まあそのどうなんですかねと思いながらも、うん、冷静に数字面だけ見ていくと、まず日本のゲーム市場もう一回ね、ここでも結構日本のゲーム市場の話しましたけど、はい、この間出たハミツーゲーム白書によるとですね、2021年の世界ゲームコンテンツ市場、世界全体のゲーム関連コンテンツ市場ですね、うん、こちら21兆円、はい、まあ、約21兆8900億円なんで、はい、約22兆円で世界全体で 6% 成長してると、はい、でそのうちアジア市場がアジアですね、うん、市場 42% で8兆円で、そのうちの8兆円のうちの 25% の2兆円が日本の市場と言われてます。だから世界の市場から見ると日本の市場というのは 10% ぐらいと、うん、北米 29% 欧州 18% ということです。22兆円欲しい、それは俺も欲しいよそれで言うとですね、まあ、日本の市場は 10% という市場をどう見るかなんですよね。アジア市場のその 42% っていうのは、まあ、中国東南アジアとかで考えても、うん、まあ、英語で読める人がいるから英語版そのまま出せるメリットがやっぱあるんですよ。で日本の市場 10% って考えた時に、だけど日本語版を出さないと、まあ、かなりきついと、日本に関してはね、うん、日本の 10% 2兆円の市場に対して日本版を出すのはメリットがあるのかデメリット、さっきのねデメリットみたいな話ですよね。その日本、まあそれは調べてみてもね、そのなかなかその実際の検証ってのはできないんですけど、日本のそのレビューが厳しいというふうに思ってる人もいるんでしょうね。その海外デベロッパーもね、そのライターさんは聞いた話だって言ってるわけだから、うん、そういう人もいると思います。もしかしたら何かのタイトルで一個そういうのがあったとか、うん、あるいは何かちょっと激しいレビューがあって一個でも印象に残ってしまったとか、そういう可能性もなくはない。あります。そう、さっき傾向ではなくて個別の事例といいますか。そうですね。そのライターさんも別に主語を大きくして語ってるわけじゃ確かなかったと思うんで、うん、そんなに僕は問題じゃないかなと思ってるんですよ。僕の知り合いの人に聞いたらそうでしたっていうことを言ってるだけだったので、うん、それはまあ別にそうなんでしょうっていう、はい、主語を大きくさっきね、ちょうど若本さんの、CBS の中でね、その主語を大きくするっていう話をしてたんですけど、うん、それとは別にちょっとこれ話外れちゃいますけど、まあ、あるライターさんが、このアニメ系のライターさんが、はい、機動戦士ガンダムの当時、うん、女子のファンはいなかったみたいなね、女子のロボットアニメに女子のアニメファンはいなかったみたいなことを言っちゃって、それが炎上してるんですね、うん、でその過去の同人誌とかみんなね、その僕もそうですけど、ガンダムおじさんたちがさ上げて、女子が作った同人誌になりますとかね、あとそのさっきの話じゃないけど、うん、それより前にコンバトラーとかライディンとかに出てくる敵が、うん、イケメンの敵が人気があったみたいなことを言ってる人がたくさんいて、うん、まあ、それ炎上しちゃったんですよ、うん、それ主語を大きくしちゃうからいけないですよね、はい、僕の周りには、僕ガンダム好きでしたけど、僕の周りには女子ファンがいなかったんです、これは別に問題ないと思うんですけど、うん、その主語を大きくして全体的にいませんでしたって言っちゃうと、これはやっぱりね、叩かれてしまうのを、まあ、叱るべきか、僕自身もね、さっきも言ったんですけど、気をつけないといけないな、こういう話をしてる時気をつけないといけないなとは思っているんですけど、うん、まあ、それでいうとこの 10% の市場をどう考えるかなんですよ。で、その1300個検証したってのもすごいと思いますし、うん、そうですね、実際その検証の結果そんなでもなかった、日本のレビューが悪いわけでもなかった、うん、っていうのは、まあ、正直一つのデータとしてあるでしょう、うん、で、僕もいろいろさっき調べてたんですけど、オートメーションさんっていう、ゲームのメディアがありまして、ゲームウェブサイト、ゲーム関係の情報サイトがありまして、はい、そこが記事をですね、最近かな、12日ですね、うん、つい最近アップしててですね、はい、海外のデベロッパー実際の開発者を、8社ですね、8社集めてこのことについて聞いてるんですよ。で、うん、まあまあ日本のメディアに取材されたからかもしれませんけど、うん、8社全てが、総論差、要は海外の人英語でのレビューと日本人のレビューについて差を感じませんって書いてました、うん、ね、まあ分かんないよ、これも難しいよね、その日本のメディアにインタビューされたから、ね、いいこと答えてあげなきゃっていう人もっていうね、うん、思いもあるだろうし、ただこれ一つの実際に聞きましたっていう、うん、その事実じゃないですか、うん、でまあ、こういう回答が返ってきましたってやつだから、はい、まあ、こういうこともしかできないかなと思います、うん、ただその、ね、1300個調べた方もね、その日本のゲーマーがのマナーが悪いっていうふうに、はい、言われたと思ったっていうふうに、うん、おっしゃってたんですけど、まあ、難しいよね、それも主語を大きくしすぎかなと思ってます、もしかしたら他に何か理由があって、 それをちょっと理由に出しただけでっていう可能性もありますしね、うん、まあ、本当にだから、うん、その 10% っていう市場のために日本語版を作る、うん、
ていうことの労力、うん、そうですね、特に昔から比べてテキスト量が増えてるじゃないですか、うん、テキストが少ない、うん、本当にその、まあ、例えばさスーパーマリオとかで考えると、うん、まあ、英語であれを書いてあるけどさ、そのテキスト関係ね、はい、あのぐらいの、あのぐらいのゲームって言っちゃいけないけど、ああいうゲームだったらそんなにテキストは必要ないわけじゃないですか。そうですね、だったらまあ日本語版ちゃんと翻訳して出してもいいかなと思うかもしれないけど、うん、RPG とかシミュレーションゲームだったら相当日本の語で翻訳しないといけないわけですよね、はいはい、あの私前にあるアプリゲームの、うん、そのキャスティングちょっと手伝ったことがあるんですけど、その時にいただいたサンプルのセリフ、うん、あのとりあえず10人録音したいってことでいただいて、何十人かいて、うん、見たら日本語ひどくって、あ、そうですね、これこのまま出すんですかって聞いたら、いや、これちょっとサンプルなんですけどちょっとローカライズ大変でみたいな話をしてて、うん、とにかく手に余が辛いのと、あとそのこの言葉はこういう意味かなってやってても、向こうの方が思うのとこっちの方で思うのと意味が違うみたいな、うん、ちょっとこれはあのよろしくない表現ですねとかがたくさんあったりとかして、ありますね、でまあちょっとそれはそういう調整とかも大変だって話も聞いたりしたんですけれども、うん、結構そういうの珍しくないですよね。そうですね、はい、僕もいっぱいやってましたよその仕事、うん、あの海外ゲームに、あの中国とか韓国のゲームの日本版ローカライズで、はい、ね、一回ね、その向こうとかともしくは日本とかで、はい、とりあえず翻訳ができる人が翻訳したものが上がってくる、うん、そうだけどそれってもうそのまま絶対使えないから、そ、うん、そのキャラクターのセリフとかになってないからね、はい、ね、それを自分、あの僕らみたいなライターが出てきて、うん、キャラクターごとの個性をなんとなく読み取って、うん、こういう口調にしようとかね、そうそう、それはまだ入る前の状態を一旦仮で預かったので、私その時は、うんうん、大変らしいですね、まあ、いわゆるローカライズなんですけど、うん、すごいたくさんやってましたね、はい、ただまあだからそれぐらい、まあ、翻訳の人にお金払ってさらに僕らもお金を、うん、まあ、もらわないとそれできませんから、うん、まあ、ローカライズお金かかるんですよね、はい、うん、それで考えた時に世界で見た時 10% の市場に対して、うん、残りのほぼ、まあ、言ってしまうと 90% ぐらいの市場は英語版でいけたりしちゃうんですよ。 うん、それをやっぱりそのなかなかね、その結局その話の発端って日本版、ね、うん、いいゲームなんでなかなか日本版出ないじゃんと、うん、ね、いう話もあるわけです。僕はなんかこの Steam のゲーム、まあ、Steam のゲームは僕は恵まれてると思いますよ。日本版かなり、ね、うん、出てるしね、うん、あとファンによる翻訳なんかも結構多かったりしますよね、うん、で例えば、うん、僕はまあ、七子さんもね好きですけど、はい、ボードゲーム好きなんですよ、うん、でボードゲームアリーナって有名なオンラインでボードゲーム遊べるサイトがあるんですけど、はい、そことかは、まあ、海外でもともとやってるサイトなんですけど、うん、うまいことやってて、うん、ですね、日本の人とか、まあ、海外の人もそうですけど、うん、日本語版の翻訳をしてくれてテキストを送ってくれたら採用しますと、うん、まあ、もちろん検証するんだけどね、いくつかのやつを見ながら検証するらしいんですけど、うん、で採用された人とか貢献してくれた人にポイントあげます、うん、そのポイントでゲーム遊べるっていうね、うん、そういう、まあ、そのそれで還元してるっていう、 そう、ね、うん、そういうのとかもやったりしてうまくやってるなってすごく思いますね。まあそのいわゆるお前の国ってやつ、おま国ってやつですよね、ネットミームのね、はい、なんですけど、まあそこはね本当に難しいですね、まあ、僕はねスチームに関してはいいと思います。それで言うとさ、そのなんだっけ、スチーム版が出てないファルコムの昔ですよ、今も出てますけど、ファルコムのね奇跡シリーズがスチーム、はい、英語版だけスチームで出てて、うん、でそっからなんかそのお前日本に対してね、お前の国でやらせてやらねえよみたいなのでネットで流行ったりしたんですけど、まあね、いろんな事情がやっぱあるんですよ。そうですね、でまあそれに対してなんかその煽ったり、まあ悔しい気持ちとか嫌な気持ちあるのかもしれないけどね、うん、まあなかなかね、そこは本当に 10% の市場っていうのはなかなか難しいし、まあ国内でスチーム版出せなかったのもこれもいろいろ多分その僕は答えを知ってるわけではありませんけど、ゲームってやっぱりそのハード独占販売とかもあったりするんで、なかなかねそのハードメーカーとの契約もあるんですよね。だから本当にね、ああもうそうです、まあ、このコメントになっちゃう、正直言うとゲームオーバーになるんですよね、うん、なかなか難しいですよね、はい、だって僕だってそれで言ったらスターウォーズ大好きですから、うん、スターウォーズの翻訳されてないコミックとかもっとバンバン翻訳してほしいなって思うし、うん、テーブルトークも好きなんで、うん、海外版でねスターウォーズのテーブルトークの最新版のやつはすっごい面白そうなんですよ、うん、これとかも日本版出してほしいなと思うけど、テーブルトークこそ日本において市場規模はそんなに多くなくて、ディズニータイトルの翻訳をテーブルトーク業、うん、ね、例えばアークライトさんとかがさ、うん、やろうとしてもとんでもない多分金額になるから、うん、日本版出せないよねっていうのは分かるんだよね、うん、まあ、ゲーム業界に関してはね、そういう意味で、あと市場規模に関してはゲーム業界ね、はい、成長してます、2020年から、世界全体でいうと約1兆円の成長をしていますと、うん、
で日本に関しては、2017年かな、うん、19年か18年が約、1兆7000億だったのが、コロナ禍に入って巣ごもり需要でですね2兆円に乗って、2021年も2兆円をキープということでございますので、実際かなり成長、日本のゲーム市場も成長しています、うん、はい、でこの日本のゲーム市場の成長の中で日本のメーカーが海外から、うん、まあ、ライセンスして、売ってるあの海外ゲームの日本版、うん、これも十分売れてます。ゴーストオブツシマとか世界で9900万本結局いったらしいんですけど、うん、日本語版もちょっと最終売り上げ見えなかったんですけど、うん、はい、発売からすぐに40万本、うん、50万本突破してるんで、十分日本の市場っていうのはそういう意味では、まあ、特にビッグタイトルに関してはね、うん、ビッグタイトルで考えると 10% の市場ででかいんですよ、うんうん、ね、日本の市場を取っていこうと。しかも日本で盛り上がると、まあまあその、長いファンがね、うん、つくと言われていたりもするらしいです。これもだから僕もらしいですしか言えません。はい、まあ、それはもう各メーカーさんによるけどね、うん、僕もうかつなことを言いませんけど、うん、ただまあそう日本の市場を大事にしている、会社も多いという話がね、やっぱりそのインタビューとかで、特にね、ゴーストオブツシマとかはね、まあまああれは日本舞台にしてたっていう部分もありますけど、うん、ありますね、うん、で、今度アニメですね、はい、アニメ市場に関してもこれもちょうど今日かな、ネット上でまたちょっとね炎上騒ぎみたいになっててですね、これはまあ正直これはデータないから分かんないんで何とも言えないんですけど、日本人がそのナローアニメとかね、海外で流行ってる海外で流行ってるって言ってると流行ってねえよと、まあまあこれはもう別にご自身が名前出して言ってるんで、脚本家の方ですよね、まあ誰とも言わない、まあ名前は僕がここで名前出さないんですけど、まあ調べたらすぐ分かりますって言ってます。で分からん、それも僕はいろんな海外、まあいろんなっていうか何人か海外の方知り合いますけど、お話聞くと、実際まあフランス、ドイツ、アメリカ、あと、ブラジル、あの辺でナローアニメが流行ってるってのは僕は聞いたことあります。でも、うん、その方は多分流行ってないよって話を聞いたんでしょう。だからそれでしかないんですね。そうなってくると、じゃあ数字を見ていこうって話になるわけですが、うん、アニメ産業レポート2021ですね、はい、今度はね、ネタ元はね、うん、2021年のアニメ制作市場はですね、5% 減、日本においてね、日本国内のアニメ市場、日本国内のアニメ市場は、5% 減少しまして2兆4261億、だからそういう意味では、はい、アニメ市場ゲーム市場って大体同じぐらい、アニメの方がちょっと大きいぐらいかな、うん、なんですね、うん、で、このアニメ市場調査っていうのはいろんな項目があって、まあ、いわゆるパッケージ販売、うん、配信、グッズ販売、そしてライブイベントっていう部門があるんですね。これ見るともう一目瞭然なんですけど、うん、5% 減少って書いてあるんですけど、ライブエンターテインメント部門 65% 減、うん、あら、あ、じゃあグッズとかそういうのは落ちてるわけじゃなくて、むしろ伸びてるけれども、はい、うん、ライブとかそういったものが一切ほとんどもできなくなったっていう部分からもう、はい、これ2021年のレポの結果ですからね、うん、だから去年で考えると確かにっていう、うん、その後配信とかね、はい、だいぶ広まってきたなって印象はありますけれども、2021年段階はまだ、うんうん、そうなんです。で配信は 36% 増加ということなんで、はい、うん、ライブエンターテインメントがガクンと落ちてるんで、実はですよ、実は、はい、業界全体で見るとライブの部分だけ外して考えると、うん、むしろ成長してると、はい、取ることができるわけですね、うん、で一番面白かったのね、あ、ちなみにね、これ10年連続でアニメ、市場は成長続けてて、2021年初めてマイナス、まあ、成長がマイナスね、うんうんうん、そう、実際の数字は伸びている、そう、成長率がマイナスしてるだけだからね、うん、それで言うと、これも面白いです、あ、ごめんなさい、これ実際の数字もちょっと落ちてます、実際の数字も 5% 落ちてますね、うんうん、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました、成長がストップして実際の数字も 5% 落ちてますと、はい、うん、ね、でも一番面白いのはこれですね、日本のアニメ市場2兆4261億円なんですね、うん、このうち海外展開という項目があります、はい、海外での日本のアニメの配信、うん、グッズ販売、 DVD 販売、うん、まあ、海外での日本のアニメ関係イベント、はい、こちらがなんと、1兆2394億円ということで、うん、2兆4261億円のうちの1兆2394億円は海外での売り上げなんです。半分以上。そう、うん、初めて調査開始以来初めて海外市場が国内市場を上回りましたと
いうことでございまして、ということは海外でそれだけ売り上げが出てるという、そうなんですよ。もしかしたらね、国とかそういうなんか地域とか、うん、そういうコミュニティとかによって人気あるないは違うかもしれないし、もしかしたらその脚本家さんが聞いた話も、ね、そういった流行ってないコミュニティの話をたまたま聞いただけ、うん、なのかもしれないですけど、そうですね、うん、だからそこはなかなか分かりませんけど、うん、実際の数字としては、まあ、数字だけ見ると海外の、うん、方で、まあ、日本のアニメの売り上げはだいぶ伸びてきているという、はい、まあ、日本のそうね、まあ、海外人口考えると少なくないってきてますけどね、そこはね、なかなかその、これいろんな考え方って難しいですよね、うん、どこまでアニメ市場に含めるかっていうのもありますしね、そうなんですよね、ますます日本人がそもそも貧乏なのかなとか、日本人そもそも貧乏だよとかね、そういう話も出てますけどね、まあだからその、まあ、僕はそのなんかポジティブなことだけを言えとかそういうことはないんですけど、うん、まずここ最近の傾向から言うと、まあ、特にこれ全部の、ね、まあ、脚本家さんもライターっちゃライターじゃないですか、うん、ライターがなんか言ってることなんですよね。それで考えると、僕もそうですけど、僕らライターっていうのはメーカーの人と会うこともありますし、はい、まあ、自上通と呼ばれるような人たち、まあ、アニメのプロデューサーさんとか、うん、あと海外からその作品を輸入してる人とか、そういう方と会うこともあるんですけど、はい、そこで話を聞きました、海外ではこうなんだよって聞きました、それを主語を大きくして全体の話として話してしまうのはやっぱり危険だなと改めて僕も思いました。僕はこういう話をこういう人から聞いたことがありますだったらいいんだけど、うん、いや日本のアニメ海外で流行ってないからとかね、うん、海外の人たちは日本人のレビュー厄介だと思ってるからっていう風に、その主語を大きくするのはやっぱり、ね、すごい危険だなと思ったんですね、うん、それで言うと、まあ、そので数字のデータもね、その全てが正しいかどうかは分かりませんけど、うん、まあ、数字を見るってのは一つ大事なことなのかなっていう、うんうん、気がしてますね。難しいよね、はい、うん、ちょっとコメントを拾わせてください、はい、いっぱい来ましたね、たくさんねいただいておりますけれども、ちょっと前の流れてたコメントで、うんうん、あの海外のアニメってピンとこない、最近知ってるのルビーぐらいかなとか、おちょっと前だとロシア兵戦記とか話題になって、今度テレビ版始まりますよね、始まりますね、あれはかなり日本でもヒットした方のアニメなんじゃないかなっていうね、うんうん、そうですね、他にもあの結構その海外のアニメなんだかんだ放送されてますよね、うん、されてますね、うん、あとまあなかなか日本のアニメ充実してるからな、うん、もうこれからなんか増えるんじゃないかとか、うん、僕ディズニーチャンネル入ってるからですけど、はい、日本で放映されてないディズニー関係 の、 そのディズニーチャンネルが作ってる、うん、ディズニーが作ってるアニメとかもなんかいくつかあったりして面白いですけどね、うん、これも大きな話題ですけど、まだこれ確定じゃなくてニュースになってただけなんで分かりませんし、ネット上のその、ね、海外のネット上の噂からニュースになったやつなんで何とも言えないところなんですけど、はい、ディズニーチャンネルと Hulu が合併するんじゃないかって話もあって、はい、そうなった時に Netflix を超えるんじゃないかっていうね、はい、うん、話も出てたりしますんでね、うん、あと私個人的にピッコマ系の作品のアニメがこの後来そうだなと思ってて、はい、俺だけレベルアップな件って知ってます？あ、わかります、わかります、あれがアニメが発表されてすごく話題になったりとか、うん、あの辺が結構なんかこの後来るんじゃないかなっていうね、うん、結構日本でもファンが多い作品じゃないかなっていう、うんうん、そうです ね、 とかね、なかなかね、はい、そう、うん、その脚本家さんもね、その日本の作品、うん、まあ、ナロー系とかもそうですし、はい、いわゆるその LGBT に考慮してないから海外で受け入れづらいって話もされていて、うん、まあまあそういうことは確かにあるのかなと思います、うん、本当にねここも本当難しいなと思うんですよ、はい、すごい難しいなと思うんですよね、うん、なんだろうな、そのいわゆる LGBT 的な話に関しても、そうですね、に関しても、うん、僕も個人で単にね、僕も、うん、僕はそのなんか主語を大きくしないようにしたいと思うんで、うん、個人の話をするけど、僕もツイッターは好きなんで結構見てるんですけど、はい、うん、そこで誰かがいわゆるがっつり18禁イラストをリツイートされると、うん、ちょっとなんかムムムって気持ちになっちゃうかな、その、うん、ね、僕も別になんかさ、僕は聖人君主です、潔癖な人間ですとかね、言わないですよ別に、うん、エロ漫画とかって買ったことありますしね、でも、はい、ツイッターってなんだろうな、やっぱ公の場合みたいな感じが僕の中ではあるんですよ、うん、そうなってきて、まあ、電車とかで見るじゃないですか、はい、そうなった時にもうかなり際どいというか、もうほとんど全裸みたいな絵がリツイートされてくると、ちょっと
やっぱそれいいのかなっていう風に、一応そのセンシティブなメディアを表示しないようにするとかいうのは自分で切り替えとかできたりとか、僕ね設定してるんですけど、このユーザーはちょっとそういうのが多いから若干ミュートしようかなとかね、はい、そういうのができるメディアではあるけれどっていう、そう僕もねそれセンシティブなやつやってるんですけど、うん、それでも来ちゃうんですよね、うん、そうすると、まあ、その人をミュートせざるを得ないんですよ、うん、でその人がいいことを言ってたとしてもやっぱちょっとミュートせざるを得ないなと、うん、思ってしまうので、はい、なかなかね、うん、難しいかな。そのうん、これもだから僕が海外の人から聞いた話だと、うん、やっぱりねその日本のツイッターはそれが流れてるってのはちょっと信じられないという話も、うん、まあ、されている部分があるからね。もちろんね、そう僕はなんかその、うん、だから規制しろとかそういう話じゃないですけど、うん、ちょっとねやっぱりねその例えばさあの、うん、まあその18禁のカテゴリー の, その、うん、イラスト投稿サイトとかあるのは、まあ、まあそれはそれで別に僕は住み分けというかゾーニングというかいいのかなとは思うんですけどね、うん、あとその個人的にあのなんかなんだろうな、あ時代だなって思ったのがライブアライブ、うん、ライブアライブのリメイクがあって、うん、私も頭から終わりまでクリアして結構分岐とかも見たんですけれども、うん、だいぶスーパーファミコンと変わってる部分っていうのが遊びやすくなった部分以外にも演出の面で、うん、例えばそのセーブ編のアニーの清水がなくなってアニーの日記になったりとか、はいはいはい、あの近未来編のパンツがなくなって太鼓のパンツがなくなったりとか、うん、へそくりねそうへそくりになったりとか、うん、そういうちょっといわゆるそういう風な感じかなっていうギリギリのところにあったのがだいぶ描写が変わってるというか、うん、で最後のエンディングのテロップなんかも日本版の声優さんと英語版の声優さんが並んでローマ字表記で英語でなんかずっと流れていくっていうのとか見ると、うん、もうこれは英語版を同時に発売することを前提の作品なんだなっていうね、うん、なんか時代を感じました。いや難しいですね、うん、まあ、当然、まあ、予想してたことですけどコメント欄も若干荒れてますけど、うん、僕も、はい、前ここでも言いましたけどキッズステーションで巨人の星を見てた時に、うん、当時のキッズステーションがその規制がすごくてですね、はい、もう何言ってるかさっぱりわからないヒューマガンになっちまった、おいヒューマガンになっちまったぞっつってもうね、うん、ずっとなんか音が途切れ途切れで結局何やってるかわかんないレベルになってたんですね、はい、それはやっぱりもう作品として全く見れないし、今ねそのキッズステーションとかだと当時の表現を大事にして当時のまま放映しますってつけてますけど、はい、うんね P ね、そうなんですよね、うん、まあ、だからさそのライブアイブもねそのと今コメントでもね当時のものをリメイクしてほしかったっていうのもあるんですけど、はい、うん、難しいっすね、その予算が例えば予算を考えた時とかに、まあまあ日本版は当時のまま海外版はそのうん表現を変えるとかっていう手もあったかもしれないけど、はい、うん、まあこれもなそのねその全部規制って表現ファシズムだって来てますけど、うん、これもさだから例えばそのままやったとしてそれが今の若い子がやって、うん、それが親の世代に目が止まる、まあ、親の世代とかその若い方とかに目に止まった時、うん、大クレームに発展してしまうと難しい、うん、だからクレーム避けるために何でもかんでも規制すればいいやって話もなかなか難しいんだけど、で例えばその海外向けとかでやると、うん、やるって場合と日本版のだとまたちょっと違ったりするじゃないですか、ね、うん、でもその例えばその今やってるやつだとそうですよ、ワイルドアームズのスタッフが集まって、うん、ちょっとまた違う新しい作品を作ろうっていうクラウドファンディング始まったんですけれども、うん、結構英語向けでもたくさんなんかやってるんですよね、うん、いろいろと、うんうんうん、そうですね、だからそういうとこも、はい、まあそこも大事なんだよね、ごめんごめん、うん、僕今ファシズムって言ったのはあのなんか危ない言葉だからさ一応言っとくけど、僕がそう思ってるわけじゃない、コメントにそうあったよって話ね、うんうん、あの いくつか前のコメント遡っていただけたら、はい、そういうふうに言ってる人がいたんで、うん、それを拾っただけなんですけど、うん、そうですね、まあ、あとクラウドファンディングとかやった時にその海外の方の支援っていうのもやっぱ結構大事だったりするからね、うん、ってなるとどうしてもそのゲームを日本版と海外版で分けるのも大変だしってことで、どちらでも通用するようにっていう作り方をしていく部分がどうしてもこれから海外向けも考えると増えるんじゃないかなっていうね、本当に難しいですよね、うん、いやこれ本当にね僕はだから偉そうに結論出せる問題じゃないんですけど、はい、うん、何でも規制がいいかっていうところで言うと、うん、そこはまた難しいところだと思うんですよ ね、 そうですね、まあさ難しいと僕はやっぱりねそのもう僕も45歳なんで、うん、いい年になっちゃったんで、うん、その僕が若い頃の常識ってもう通用しないと思うんですよ、うん、
それで言うとさ、僕も番組を作ってるから、うん、その番組作りの立場でも分かるけれども、いわゆる罰ゲームみたいなものもね、うん、やっぱりどんどん規制されているし、ね、これもねある放送作家さんつぶやいてましたけど、うん、すごい有名な方がねバラエティ番組でハリセンで頭叩くっていうやつやったらもう NG だって言われたと、うん、それはもうやっちゃダメだとコンプライアンス、まあ、局のコンプライアンス委員会から言われたと、うん、ハリセンもダメなんてもう何もできないよって言ってたんですけど、うん、まあ僕もハリセンぐらいいいんじゃねえと思うんですけど、うん、ただ怪我をする可能性ってのはゼロじゃないし、うん、最近僕がちょっと若手の作家さんに怒ったことがあって、はい、うん、怒ったっていうか、まあ、注意したことがあってね、うん、その作家さんが書いてきた台本、まあ、たまたま見る機会があったんですけど、その作家さんが書いてきた台本の中にそのコーナーで、ヘリウムガス、ドンキとかにまだ売ってるからね、うん、ヘリウムガス飲んで声変えて面白いコーナーやるんですって書いてあったんですけど、もう正直な話、まあ、これご存知の方多いと思いますけど、亡くなった方いるんで、うん、正直な話、もうテレビラジオ、とかでそれをやるのは多分もうハットですね。ヘリウムガスで声変えるっていうコーナーはね、大食いなんかも一時期ね、はい、まあ、亡くなった方もいますから、僕もね大食いとか好きなんでなかなかあれですけどね、うん、だからその規制っていうのはやっぱ難しいっすよね、うん、でもそれができなくなるとさつまんなくなるじゃんっていう意見もあってさ、本当に難しいと思います。だから、うん、いわゆるその LGBT 問題とかねアニメに関して難しいとは思うんですけど、はい、うん、それを日本人がわからないからダメだとか、それを日本人がわかんなくてなろうとかでもね、ちょっとそのいわゆるエッチなシーンとかあるから海外では受けないんだとかね、そういうふうに決めつけてしまうっていうのはまた別の話かなと思うんですね、うん、やっぱりね主語を、ね、大きくしてライターさん、うん、僕はね、まあそのアニメに関してはその、脚本家さんなんで、うん、まあ、脚本家さんはある程度オリジナリティのある仕事やってるんで、うん、まあまあ言ってもいいのかなという気も若干するけど、うん、僕ら紹介記事を書く、僕もそうです、うん、記事を書くライターっていうのはやっぱりあくまで作品を紹介して、うん、させていただいてる立場なんですよ、はい、それを業界をねこうしようとかね、うん、日本のゲーム業界はダメだとかね、そういうことを言い出したらちょっと僕らの仕事じゃないな、それをやるんだったら何の仕事するのがいいのかねという気はしますけど、まあそのなんかな、分かんないけど、なんだろう、何の仕事がいいのか、まあでもだとしたら僕はそれを言っちゃ一番いけないというよ、有吉さんがさラジオでさ、その有吉さんのアンチコメントが広いからさ、はい、有吉つまんねえな、ネタもやらねえし、最近司会ばっかり楽しやがってって言われて、有吉さんがそうだよ、 俺楽したいもんって話をして、でなんか面白いこと言ってみろよって来た時に、お前が言ってみろよって言って、それはもうそれを言い出したら芸人として失格みたいに言われてたけど、僕もそれに近いこと言っちゃうけど、日本のゲームがダメだとかね、その言うんだったら、うん、ゲーム作ればって思っちゃうんだよな。そこがよく、これ言うとまた今日もここで炎上しそうだけどさ。あとちょっと話変えますと、はい、それぐらいにしておきましょう。はい、さすがなことさん。はい、例えば懐かしの作品で言うと、さっきの例えばライブで言ったら、はい、元の作品があるわけじゃないですか。はいはいはい、だから新しいリメイクがちょっとなって言うんだったら、元のスーパーファミコン版を遊べばいいんですよ。あれもだってまだ、ね、配信出てたもんね。うん、そう、配信あれだよね、はい、なんだっけ、スイッチの配信で出てますよね、うん、昔のやつね、さすがの、それこそその美味しんぼとかも放送もイメージはできない回なんかも、はい、DVD から入ってますには入ってますよね、うん、そういう感じでなんか規制とかをやっぱりその公の場一般に出すっては、うん、そういうなんか議論されるものでもやり方をちゃんとあるんですよね、す楽しみ方というか、うん、そうですね、うん、あとそのそちょっと前にだいぶ前なんですよ、うん、デトロイトメタルシティって実写版の映画あったじゃないですか、うん、あれそのままだとテレビで流せないっていうので、うん、テレビ版ってことで逆にその規制音で遊ぶっていう演出をやってて、うん、あれ面白いなと思いました、うん、私むしろその規制音で遊んだバージョンをもう一回見たいんですけど、どっかで見れないかなと思ってて、ね、なんか逆手に取った発想力みたいなので新しいものを作っていくって方もいるんじゃないかなっていうね、うん、そうですね、おいしんぼについては割とお前ダメだろう感がある結論、うん、富彦部長のかき氷10杯食ってぶっ倒れる回はな、うん、あの回は名作なんだけどな、はい、あそこでねそのあれ水って言ってね、なんだっけ、砂糖水かけて食うんですよね、それで山岡さんがあそこでね、日本の水道水を軽く臭く飲めたもんじゃないみたいなこと言っちゃうから、うん、放送禁止になってるんです。あの回は超貴重な水着回ですからね、うん、ね、しかも作画超気合入ってんだよね、あの回ね、うん、なんでね、そういう感じでまだの私たちにはまだそれを禁止されてるわけじゃないので、うん、私もまた見たいよ、おそ松さんの一話ですね、録画してる方だけが見れるっていう、あれもそうだよね、うん、銀魂のね蓮舫もそうですよね、はい、そうです言っちゃうんですね、まあまあまあ、うん、まあだって作中でもそう言われてますからね、はい、まあまあ、うん、
それ誰が悪いとかそういうのじゃなくて、はい、うん、まあ、なんかそのいろんな事情がやっぱり世の中にもあるから、はい、僕、うん、まあ、個人の人がいくらでも発信していいと思いますよ、うん、その僕ね、蓮舫の会見れなくて許せないとか、まあ、別に言ったっていいと思うんですけど、うん、なんかね、ライターはね、僕あのね、難しいの、僕もそうですし、中途半端に言うと、はい、それの責任は取らなければならないっていう、あの発言の言論の自由はあるけれどっていうところがついて回るんですよね、 それを仕事にしていればいるほど、うん、そう、あとだろうかさんによくここで言われますし、うん、はい、あの僕自身もそう思ってますけどあの後ろにメディアがいるんですよ、うん、でメディアが怒られちゃうんですよね、うん、メディアに迷惑かけちゃねやっぱいかんのですよね、ご自身もで水着会求めてる層も少ないだろうって言ったら、いや、よかったら見てください、なかなかいい水着会ですよ、今切りたんぽいただきました、ありがとうございます、なかなかいい水着会ですからね、うん、ということで斉藤さん、はい、本日はですね海外とかを踏まえた、はい、あのアニメゲーム業界という感じでお話ししましたけれども、うん、いかがでしたか、うん、いや、まあ、なんか結論出ない話なんですけど、うん、まあ悲観的になりすぎるのはねちょっとやっぱりね風潮としては、うん、作り手もそうだけど、うん、ファン、僕らファンも悲観的になりすぎるのはなんかねもったいない気がする、うん、あの悲観的な空気がそのゲームアニメ業界に蔓延してしまうとやっぱりねなんか、うん、あのみんなにとって何かいいことがって少なくなるなと、うん、なるべくそう、もちろんねすでにずっとポジティブでいろとは言わないけど、うん、なるべくポジティブな捉え方、その声優さん交代とかもそうじゃん、僕もよくさ声優交代でブチブチ言ってるけどさ、奈々子さんよく言ってくれますけど、コンテンツが続くことが、うん、あ後々にねその自分が好きなコンテンツを見続けられるっていうね、うん、プラスになることとかもたくさんあるから、ね、なんかねあれですよ、もう最後、うん、これを言って終わりますけどね、皆さんね世界名作劇場、はい、愛少女ポリアンナ見ましょう、良、うん、かった探しですよ、良、うん、かった探しをしていくのがいいんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、はい、なんだろう、例えば作品のファンとかでも、うん、ツイッターとかでこの作品面白そうと思って検索動画してみると、うん、みんながなんかマイナスなコメントとか言ってると うわちょっとそうなのかってなんか思い始めてきちゃったりとかする場合もありますからね、うん、あとね、うん、これ面白いって言ったら叩かれるかもっていうのもね、うん、なんで楽しんでる感じがいっぱいだとなんか自分もなんか楽しみたくなるというか、そういう楽しみ方もあるんだとかね、うん、そういうなんか、うん、さあ別に言葉を選ばずに話しますよ、危ないこと言わないよ、別に言葉を選ばずに話しますけど、はい、僕の知り合いでも実際いますけど、うん、獣フレンズ2から見始めて面白いって言ってる人いるんですよ、うん、でもそれを言った瞬間にその人のツイッターにブワーって人来るんですよ、全然知らないとこからですよ、うん、でめちゃくちゃ叩かれるんですよ、お前はその制作背景を知らないでこれを褒めるっていうことが日本のアニメ業界にとってどれだけ害悪なことかみたいな、お前みたいなやつがいるからって言われて、たまたま深夜にテレビつけたら その人ってそんなにアニメファンじゃなくて、うん、たまたまつけたらって面白いなって言っただけなのに、うん、そこまでやられちゃうってのはちょっとねもう違うかなって思いますね、あの時はちょっといわゆる粘着質かなと思う方もいらっしゃいましたからね、うん、よかりました、モンティパイソン見ます、いやいいよモンティパイソン見て、うん、ね、モンティパイソン見てください、エスパーマミも地上波もう無理ですからね、うん、はい、はい、いろんな楽しみ方があるといいですねということで、以上今週のスペシャルピックアップでした、うん、さてここで出演者からの告知をさせていただきます、はい、まずは斉藤さんお願いします、毎週月曜日に、この素晴らしき世界に祝福をファンタスティックデイズの配信を頑張ってやろうとしております、はい、今週もできました、そして先週久しぶりに土曜日に、はい、ショールーム配信もしました、ただなんか疲れてて喋るネタが全くなくてずっとお歌歌ってたんですけど、なんかよくわからんぐらい人が来てましたね、よくわからん、コメントくれていつもの皆さんですけど、コメントくれていつもの皆さんなんですけど、よくわからんぐらい人が来てたんで、まあ、ずっとお歌を歌ってました、頑張って、土曜日も配信できるようにね、していきたいなと思っております、あとパープルの配信の続きすげえやりたいんですけど、なかなかタイミング取れなくてですね、できておりません、明日の、日中はちょっと別件があるんですけど、あさって17日ゲームショーにおります、まあツイッターとかで今どこにいますとか書くんで、まあよかったらなんかあれば別に声かけてください、ゲームショー昔取材行った時もね、なんか斉藤さんキャラペラ見てますよって声かけてくれる人が、遠くから声かけてくる人がいたんですけど、別に怖くないですからね怖くないですから好きにね、握手はね今多分あれでしょう、コロナ的にまずいもんね、なんでまあ声かけていただければ、17日多分土曜日はずっとね、お昼前からずっと会場にいると思いますので、よかったら、
まあね、ゲームショーもね、うん、声かけていただければと思います、はい。僕はね楽しみにしてるハムスターのねゲーム芸人藤田さんのやつとかね楽しみにしてますね。あとはまあまあ毎週土日頭が全然回らない毎週火曜日20時5分から NHK ラジオ第一で、アニメステラーという番組の構成作家で入っています、うん。来週から2週間連続マクロス特集ということで来週は福山さんファイヤーボンバーのねバサラの歌バサラの福山さんとそして、うん、ワルキューレのね三雲役の、純奈さんいらっしゃいますし、うん、再来週はなんと川森監督と、はい、そして再来週か川森監督とあのデルタの、シリーズ構成の根本俊三さんがいらっしゃいますし、うん、まあ、先週私利私欲だろうって煽られましたけど10月は私のね、まあでもちゃんと理由もあるんですよいろいろ回すね、10月はですね機動警察パトレーバー特集ということで、泉豊さん伊藤和則さんさらに翌週富永美奈さん古川俊夫さんいらっしゃいますし、うん、その次の週はなんと笠原ひろ子さん特集をやらせていただきますので、うん、まあ、よかったらね、聞いていただければと思う。聞き逃してもねあのあれですよ、ラジルラジルっていうね NHK のね、アプリで、聞き逃し配信もできますのでよかったら聞いてください、うん、はい、以上でございます。ゲームショー関連のコメントも結構いただいてますね、うん。ちなみに今回は金曜日の午後ビジネスデーですけど一般公開するようです、午後チケット出してたんでとか、そうそうそう、詳しい方がいらっしゃる、ね、うん、午後からだとね、普通のチケットで入れますね、うん、ただ、全体的に入場制限がやっぱり多少あるので、うん、そうですね、あのコロナもありますんでね、うん、そうビジネスデーが何時まで出しちゃったな、カンファレンスとかが終わって午後ねちょっと出してたんですよね、うん、それもあってねそれこそピョコタン先生とかね、うん、言ってらっしゃいました。もうごめんすぐ終わるけど余談ですけど、あのピョコタン先生すげえ、まあ、ちょっとさっき真裏で配信してたんであれですけどすごくて、あのこの間の配信でですね松屋でね店内で流れてるラジオがあるんですよ、はい、でそれをね、まあ、僕よりピョコタン先生口悪いからディスりまくってたんですよこんなラジオ誰が聞いてんだと、ね、でもう内容もないしみたいなわーって言った後に、ね、お便りもどうせ作家が全部作ってんだろうと言って、で僕が書いてやるよっつっていかにも採用されるようなお便り書かれてですね、うん、なんと現在採用されておりましてあの松屋にですね牛丼を食べに行くとぴょこたん先生の投稿が聞くことができますってことはちゃんとお便りを採用してたってことがこれで立証されましたね、はい、それはさっき言ってました、うん、あのこれごめん、あのそれは謝ってました、作家が書いてるんじゃなくて採用してたよ、でも分かんない僕の配信を見てたかもしれないからって言ってましたけど松屋は見てないと思うんだよな、うん、はい、でも僕も作家の立場でそのぴょこたん先生のね、はい、書いてたお便り見てましたけど、うん、採用したくなるお便り書いてるもん、はい、それは作家採用するよと思いました、うん、はい、はい、それでは続いて私並みなのかな告知です、うん、私もツイッターをやっております、日々書いてる小説とか作ってる動画とかそういったもののリンクなども紹介しております、ぜひチェックしてください。続いては番組からの告知をさせていただきます。すでにおなじみキャラペディア公式 LINE スタンプですが計7種類のスタンプを販売中です。会話の最後に付け加えると一瞬だけ意味深に感じる深そうで深くないメッセージスタンプ、そういうことだよ。鬼のイケメン6巨団をモチーフにいいね、ごめんなど一般的なやり取りに使いやすいスタンプ、鬼いいね&鬼ごめんなどが揃っております。画面の上にありますアドレスより LINE ストアへとお入りいただきぜひご購入ください。またキャラペディアの公式ツイッターも注目です。こちらはキャラペディクナイトの公式ツイッターも兼ねており、キャラクターコラム、アニメランキング、ニュースなどをお届けしております。画面の上にリンクがございますので皆様のフォローぜひお待ちしております。そしてキャラペディア公式スマホアプリもおかげさまで好評を博しております。イケメンイラストイケボ満載のフルボイスアプリ夏恋ブラザーズ、アプリのダウンロードは無料となっております。ぜひダウンロードしてお楽しみください。なお夏恋ブラザーズの LINE スタンプも販売中です。こちらもぜひチェックしてくださいね。続いてはあのコーナーに参りましょう。今週の2、こちらは LINE スタンプ2番に関する大喜利コメントがなぜか増えてきてしまったので、うん、出演者それぞれが今週の2という名の MVP を決めそれで終わりにしましょうというコーナーでございます。斎、はい、藤さんの今週の2どうしますか。ね、どうだっけな、さっき選んでたんだけどな、あれ、うん、どうだ、ちょっと待って、うんこれだ、うん、チキンに胡椒をかけたらただのチキンでした、チキコショウってチキコショウってなんかチ2がうまいこと、チキンに胡椒をかけたらただのチキンでしたチキコショウっていう、うん、なんか2がうまいこと言ってますけどね、はい、うん、そう
コウメ太夫の話したな、そういえば忘れてたよ。そうですね、 AI がどうなったかしましたね。コウメ太夫他にも発生してますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれにしようかな。コウメ太夫多すぎでしょ。コウメ太夫多いですよね今日ね。みんな好きやな。いやー、さすがですね皆さん。はい、じゃあ私これにしましょうかね。2、売れないところがむしろ俺の個性であり長所っていう。ああ、いや、そういうの大事ですよ、うん、だからこそこのコーナーができたっていう背景もありますからね、うん、芸人さんとして売れないっていうキャラもあるからね、うん、だから売れないって言ってるってテレビ出てる芸人さんちゃんと稼いでるもんな、うん、実は、うん、そうですね。あと余談ですけど、あ、2位俺好き派なんだって人もいまして、あとコメントできたんですけど、うん、松屋のカレー味噌汁復活してほしいって書いてますけど、カレー味噌汁って好き屋じゃなかったっけな。カレー味噌汁あった時好き屋めっちゃ言ってたんだよな。ちょっと待ってください、カレー味噌汁って味噌汁がカレー風味なんですか。はい、へ、カレー味噌汁に明らかにカレー粉入れてあるっていう、うん、最初気持ち悪いなと思ったんですけど、はい、あのすっげーうまくて、うん、僕も一時あのそれやってた時めちゃくちゃハマって、ね、うん、あのそれこそあのライスとカレー味噌汁でもいけるぐらいです、はい、ですけど自分で作れないって話したかもしれないけど、うん、いやでも多分そういう感じだときっと配合とか研究してると思うんですよね、うん、多分自分でやってもね、うん、あんな美味しくできないと思うんだよな。だと思います。だって難しいですよ味噌と、ね、そうだよね、うんうんうん、私も試したことあるんで、うん、そんな商品があったんだっていう。そう、うんうん、ありましたよ。ダンディさんは売れとるやろ。営業でめっちゃ稼いでるよ多分。うん、あ、月見フォカッチャまだ食べてない。食べる食べる。月見フォカッチャら今日じゃない、昨日か。昨日からかな。うん、あ、忘れてた。食べる食べる。おかげで思い出しました。月見に変わって美味しいよ。ですね。いやもう週末かどっかで食べよう。うん。うん、そうそうそう。あとね、六本木のセーラームーンでもそろそろ終わりが近いんじゃないか。ですね、展示が変わりました。第2弾になりました。展示が終わるっていうので、ちょっと、はい、あの少し一瞬ふわっと話題になってで、うん、入れ替わるっていうので、なるほど。はい、そうなんですね。9月の頭に入れ替わりがありまして、ね、なのでまだ始まったばかりです、ね。なるほど。第2弾が。じゃあ今その第2弾をね、ま、やってるということなので、うん、ぜひぜひ皆さんも行って、さすなの、さすなの。ありがとうございます。ね。はい、ということですね、キャラペディア公式動画番組、うん、キャラペティックナイト、皆様お楽しみいただけましたでしょうか、うん、次週は21時から有料会員限定のキャラペティックナイトマニアックを、21時35分からはキャラペティックナイト本編をお届けいたします。え、ちょっと待って、モスバーガーにセラムンが現れてて笑ったって店内にあるんですか。いや、シールあのあれじゃポスター貼ってあるんじゃない。あの月見に変わってほしいよ、今日行こう、絶対行こう。いやもう明日行こう。はい、あの、あ、そうそう、うん、そうですね、お知らせをしてましたね。全然いいよ、うん、来週のマニアックのテーマ作品はですね、うん、スパイファミリー、はい、そして本編のテーマは斉藤祐介、なるみなのかが選ぶ思い出に残るテレビアニメ総集編となっています。総集編大好き。また有料会員にご登録いただきますと、過去の CVS やマニアックも動画にてお楽しみいただくことが可能です、うん、ぜひ今のうちに会員登録およびタイムシフト予約をお願いいたします。うん、さて、来週はアニメ界にどんなニュースが走っているのか、そしてどんなランキングが発表されるのか、うん、皆さんどうぞお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。